青のエクソシスト、星さん。設定がやや煩雑で主人公は高校生の悪魔の子供、父ジャは超絶有能エクソシスト、双子の音ジャはガリベン有能エクソシストな感じの漫画。主人公と双子の音ジャは悪魔のトップであるサタンと人間との間に生まれたが、主人公だけ体が強かったために悪魔の能力を手に入れることに成功。外から多分育ての親だと思われるエクソシストの父ジャと共同生活をしていたが、勉強ができない主人公は中卒、勉強ができる音ジャは将来医者になるみたいな感じ。そこからサタンが悪魔の世界じゃなくて現実の世界も欲しいということで主人公にちょっかいをかけ始めて、主人公たちの義理の育ての親をガメをベラさせてしまう。それに激おこぷんぷん丸した主人公は悪魔の息子という危険人物だが、エクソシストになるということで中卒辞めてエクソシスト養成学園に入学する。そこには実は主人公に内緒でプロのエクソシストになっていた双子の音ジャがいて、そいつがその学園でクラスメイト兼エクソシストの先生兼メンターをするという兄より優れた弟など存在しないの逆張り漫画。漫画としてはドグレイマンな雰囲気というか、女性作家が作るイケメソとかたくさん出るし、設定とかもそんな感じの売れる漫画作りたいなら必ず F1F3 の層を取り込めという部分がよくできているイケメソ漫画。イケメソ漫画なんだけど、ストーリーはしっかりジャンク風の漫画だし、本当によくできているので、ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。